それでは宮田研究室の紹介を始めます。本研究室では食用品や日用品の包装、スマホや電気自動車のリチウムイオンバッテリーの包装などを研究しています。それらは高分子フィルムを用いた包装をしており、機能性包装をメインとする研究室です。宮田研究室では3つの分野から研究を進めます。フィルムの成形加工接合、高分子物性、高分子の工事構造の3つの分野から研究を進めています。フィルムの成形加工接合では、フィルムを成形をし押し出し成形したり、フィルムを延伸加工したり、ヒートシール、超音波包着やレーザー接合で2種のフィルムを接合したり、2種類のポリマーを混連するポリマーブレンドなどを行います。高分子物性では、接合した2種類のフィルムを剥離試験したり、低分子拡散試験、低分子拡散性やガスバリア性などを試験します。高分子の工事構造では、透過型電子顕微鏡、広角 X 線解説、小角 X 線散乱などを用いて高分子の構造を観察し、物性値の変化と関連付けて研究を進めます。これらの手法を用いて次世代のプラスチック包装をリードする研究を行っています。実際に例を挙げて紹介していきます。1つ目は生分解性プラスチックです。私たちの身の回りのプラスチックは使用後に土の中で分解されることはありません。そこで登場するのが生分解性プラスチックです。生分解性プラスチックは最終的に水と二酸化炭素に分解されます。実際に農業用フィルムやラップなどにも使用されています。しかし生分解性プラスチックにも様々な種類が存在し、課題点も多数存在します。そのほとんどに共通する課題点として、強度低下が著しいことや環境条件によって分解されないことなどが挙げられます。これらの問題解決も含め、本研究室では機能向上を目的とした添加剤を加えて、フィルムの成形方法や成形後の生分解性、耐水性、耐久性などへの影響を研究しています。次にヒートシールについて説明します。ヒートシールはこのようにお菓子の袋などによく使われる風刺技術のことで、接着剤を利用しなくても密閉できるため、食品の包装には特に優れています。このようにヒートバーと呼ばれる金具同士で中のフィルムを挟み込むことで、フィルム同士の高分子が絡み合い封止されます。ヒートシールには圧力、時間、温度の3要素があり、これらの要素をコントロールすることでシール強度を強くしたり弱くしたりすることが可能になります。またヒートシールしたフィルムのシール強度が実際にどの程度であるかは、このように剥離試験によって確かめることが可能になります。剥離試験を行い、データ化することで実際の強度を確かめることができます。ポテトチップスなどの袋は開けやすく、米の袋などは漏れにくくしたりするなど、求められるシール強度は違うため、それぞれの製品に合わせて3要素を制御する必要があります。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。